今年30回目というアニバーサリーイヤーを迎えました東京国際映画祭では、ジャパンナウ銀幕のミューズたちと題しまして、日本の今を代表する4人の女優の特集企画を行っています。そこで今日はこの4方にお話を伺いたいと思うんですが、同世代でありながら別々の個性を持ち、その魅力で日本の映画シーンを牽引するジャパンナウ銀幕のミューズ、左から安藤サクラさん、蒼井優さん、そして満島ひかりさん、そして宮崎葵さんです。本当に華やかな4名が並んでくださってるんですが、この銀幕のミューズということで、それぞれのいろんな作品がまた改めて皆さんに大きなスクリーンで見ていただけると思うんですが、今回ミューズとして歩かれていかがですか？いや、なんかあまりにもこのすごいテーマが大きすぎて、もう謙遜するのもなんかおこがましい感じなんですけど、でもなんかもうそんなことはとりあえず、まあ、さておき、この私ももうこの方々の作品を見て、私自身映画ファンとしてもうミューズ、私にとってもミューズの方々となんか楽しく歩けたっていうのが、なんかすごい、こんなこと言ったらダメなのかもしれないけど、すごいいい記念って言ったらあれだけど、すごいもう大切な大切ななんか時間になりました。いつも体当たりの演技がもう私も大好きなんですけども、 0.5 ミリとかも特にそうですが、どういうふうに皆さんに観客に楽しんでほしいですか？どういうふうにでも楽しんでいただけたら一番嬉しいなって思います。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。さあ、お待たせいたしました。よろしくお願いいたします。まあ、失礼いたします。今回はですね、この豪華なメンバーで一緒に、お着物もすごく素敵なんですが、今回の作品がですね、結構また自分で見直してみても、あ、また随分変わったなとか、ご自身でも意識する部分ありましたか？何の作品ですか？いろいろと高校生の役を演じている作品が今回上映されるんですけども、はい、花とアリス、懐かしいなとか思います？嬉しいですし、なんか私の中でこの3人もすごく大好きな女優さんですし、あとそのトークショーで鈴木杏ちゃんって親友なので、親友と喋れるのもすごく嬉しいです。この親友と一緒に、恋のライバルのようなシーンもいろいろあるんですが、ぜひ多くの人に楽しんでほしいなと思いますが、今後はどんな役を演じてみたいですか？静かな役。最近ちょっと変な役がすごく続いてるので、もうなんか喋らない役とかやりたいです。私たちはどっちも期待して待ってます。ありがとうございます。失礼します。満島さん、海辺の生と死という、すごく沖縄がルーツでいらっしゃるから思い入れも強いと思うんですが、演じていていかがでしたか？海辺の生と死、そうですね、奄美大島の作品なんですけれど、なんとなく自分の20代の最後に撮影をする作品を探している中で出会って、なんかあの映画をやって本当になんかいろんなことにもう一度優しくなれたり、自分がこう自分の生まれた土地に帰ることもできたので、これから先なんかもうちょっと楽しんで自分が今まで助けてもらえた映画に自分が恩返しする機会が増えるかなと思っています。島唄を歌われるシーンもすごく印象的だったんですが、今回の映画祭でどういうふうに皆さんに楽しんでほしいと思いますか？そうですね、奄美大島は本当に日本の古い言葉がたくさん残ってたりとか、音なんかもいろんな音が出るような言語がある島の歌だったりするので、なんか考えるより感じろみたいな感じですかね。わかんない、ちょっとそのね、ブルースリー的なフィールですね。Don't think ですね。ありがとうございます。さあ、お待たせいたしました。今回はこの豪華なミューズと一緒に歩かれていかがでしたか？本当に人の数も多くて、カメラの数も多くて、なんか圧倒されてすごく楽しいです。お祭りに自分も参加させてもらえてるんだなっていう実感が今とても湧いています。出品されている作品で、まだ幼い頃の子供のような、まだあどけなさが残る作品も超作が出ています。改めてその時からご自身が女優としてどういうふうになんか成長したなとか、いろいろ感慨深いですか？成長したなと感じることはあんまりないですが、でもできることが増えた分、できないことも同じくらい増えている気がするので、これからもコツコツと好きなものに関わっていけるように頑張りたいなと思います。
皆さんにとっても最新作だけではなく過去の作品もご覧いただける機会です。改めてご紹介しましょう。安藤サクラさんの家族の国、それから 0.5 ミリは10月の29日、そして蒼井優さんの花とアリス、そして家族はつらいよ2は10月の30日、そして満島ひかりさんの愚行録、それから海辺の生と死は10月の27日、そして宮崎あおいさんのゆりいか、これは長編です。そして怒り、こちらは11月1日の上映ということですから、ぜひご覧いただきたいと思います。東京国際映画祭第30回記念特別企画ジャパンナウ部門女優特集、銀幕のミューズたちに選ばれた4人の皆さん、安藤サクラさん、蒼井優さん、満島ひかりさん、そして宮崎あおいさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。